こんにちは、ナミさん。6枚刃、私使ってます。すごい太いでしょ。これね、すごくいいんですよ。まあ、昨日床屋行って剃ってもらったんで今ツルツルなんですけども、でもこの6枚刃ってね、剃り残しがなくって、で、なんかこうひげを引っ張っていたってこともないですし、すごくね、弾力性のあるローラーがくまなく剃ってくれるんで、むちゃくちゃいいです。私はね、これに出会ってね、もうね、それまでのひげ剃りを全部捨てましたね。シェーバーをね、いらない、これ1個だけで OK です。むちゃくちゃ剃れます、6倍になってくると。今まではね、2枚刃、3枚刃ってのあったんですよ。場合によっては4枚刃、5枚刃あったんですけども、6枚刃はね、きめ細かいですね。これはすごいです、ものすごいです、これは。うん、これ買って正解です、男性の皆さん。一時の出費が一生涯のものになります。というのがね、これね、替え刃がね、3年間いらないんですよ。そのぐらい6枚刃なんで、その摩耗が分散されるんで長持ちするんですよ。だから2枚刃を3本買ったようなもんですよね。2枚刃って今ね、5000円とかで買えると思うんですけども、多分それはすぐ傷んでヘッドを変えて、ヘッドは6000円ぐらいすると思うんですよ。だからね、高くつくんですよ。6枚刃を1個買って、それを3年使って、3年後にはその時に出ていた最新モデルを買う。このリピートでヒゲ事情はもう完全にクリアだと思いますよ、ナミさん。で、ナミさんね、なんでコロナ禍になるとヒゲを剃る人が減るのかってことは、2つ理由があります。1つは在宅勤務が増えたことね。2つ目は常にマスクしてるでしょ、人は。だからね、マスクをしてる状態で営業したりとか話し合ったりするんで、もはやね、ヒゲが伸びてること気にしなくていいんですよ。毎朝会社員でこう朝礼をすると、ヒゲチェック、服装チェックってあるんですけども、今はね、服装チェックの中にマスクがこうされてますんで、ちょうどヒゲが生えてくるところにマスクがありますんで、もうね、ヒゲ剃らなくても、1週間2週間剃らなくても大丈夫。あとはランチの時にマスクを取って、お前ヒゲ伸びてるぞって言われるかどうかの話なんですけども、男性社員同士みんな伸びてるんで、お互いに言わないんですよね。ということで、おそらくこれからはシェーバーの文化ってのはものすごくね、厳しくなるんじゃないですか。例えば私みたいに YouTube で喋る人間だと、こういうものも必要だと思いますけども、でもそうでない限りはみんなね、四六時中マスクになってますんで、ヒゲが生えてようがどうしようがあんまり関係ないというところで、シェーバーはそういう人には売れなくなってくるんじゃないかなと。まあ、そこで一気にブーストをかけるために、単価の高いシェーバーにメーカーってのは偏ってきたんじゃないかなと思いますけどね。うん、でもね、ヒゲ剃り売れなくなりますよ、これから。あの、コロナ禍がある以上はずっとみんなマスクですから、マスクをするってことは売れなくなると思います。実はね、化粧品もなんか売れなくなってきてるらしいんですよ、ね、なんかこの辺とかメイクで使うんでしょうかね。どうなんですかね。もしかしたら特定のものは売れているのかもしれませんけどね、うん、というところでね、今回ナミさんご紹介いただいたシェーバーなんですけども、すごくいいですよ。いいところに目をつけました。私はこれ毎日すりながら、うん、マウスいじってます。ね。はい。じゃあ以上はね、今回の動画以上でございます。